深山さん。さくら、その髪を撫でてもいいかい？ダメですよ。子供じゃないんですから。あまり見つめないでください。そのドキドキして。さくら、君の瞳は輝いている。何があったってその輝きが失われることはない。それがさくらの強さだよ。神山さん、なんかついツンツンしたくなって。ついじゃないですよ、もう。神山さん、顔が赤いですよ。もしかして熱でも？大丈夫なんでもないよ。うん、さくら？ダメです。こういうことは恋人同士じゃないと。何やってんだろう私。さくら、俺は君を信じている。どんなことがあっても負けたりしないって。ありがとうございます。神山さんは本当に優しいです。手を握ってもらうとドキドキしますね。まるで恋人同士みたいです。恋人同士さ。いや、恋人になっちゃうか、さくら。神山さん、もう冗談ばっかり。そんなの まだ早いです。はあ、びっくりした。顔が熱くなっちゃったよ。さくら、君はもう大丈夫なはずだ。はい、なんだか元気が湧いてきました。神山さんに勇気づけられて、私まだまだ頑張れます。ああ、応援している。君はもっともっと素敵になれる。そう。神宮寺さんのように。神山さんが来てくれてよかった。昔みたいに優しい青兄さんのままでいてくれて本当によかった。私嬉しいです。神山さんとならどこまでだって頑張れます。だから見ていてくださいね。
ナスタシアさんには断られちゃったけど、でも絶対にへこたれません。神山さん、元気をくれてありがとうございました。